富士山は元幕府海軍所属日本海軍の軍艦。1887年までの日本海軍の正式艦名は富士山艦。艦名は富士山から取られた。1862年10月14日、幕府は米国に対しスループ2席及び願望と1席を発注した。富士山丸はその最初の1席として1864年6月に 完成したが、下関戦争の勃発により、リンカーン大統領は、富士山丸の出港を差し止め、その他の軍艦の製造も中止された。結局、富士山丸が日本に到着したのは1866年1月23日であった。1868年に、幕府から朝日丸、昇角丸、観光丸と共に、明治政府へ上納されたため、 日本海軍総始となる艦である。母親戦争では、他艦と協力して、艦輪丸を捕獲している。1871年より、海軍兵学領の初代練習艦となった。二小シップリック型木造スループである。手記は文献に、ディレクトエクチーブエンジンとあり、気頭径は40インチ、工程は28インチ1、2。これを2機装備し、二軸推進だった。 ボイラーは、円管2機を装備した。1876年10月期間は撤去された。源氏元年アメリカニューヨークで竣工。慶応元年12月7日横浜に到着。横浜で幕府が受領。慶応2年6月第二次長州政党に出動。6月大島口の戦いに参戦。7月小倉口の戦いに参戦。慶応4年4月11日幕府より上納。 4月28日正式に国有となる。9月18日に、富士山、武蔵、飛龍丸は、清水港で、関林丸を捕獲した。明治3年7月に、不仏戦争が勃発し、中立を守るために、大上官は7月28日に召喚隊3体を、編成、春す丸と富士山、摂津の3隻は、赤塚元禄の式で、兵庫港に派遣された。 翌明治4年3月7日に警備は解かれた。明治4年海軍兵学良練習官となる。同年5月に新、東、犬降第2堤防、竜城、富士山、第1堤防で小艦隊を編成する。7月9日に暴風雨が襲い、富士山は、後部マストが倒れて、機敏が破裂、死者1名、負傷者3名を出した11月15日。 富士山の東急は四等間に定められた。明治5年4月23日、富士山は艦隊から除かれた。1873年2月2日、富士山は主戦領所葛から提徳府所葛になったが、3月13日に主戦領所葛に戻された。10月25日、富士山は提徳府所葛の演習艦となった。 1874年11月20日、三党間に改められた。1875年10月28日、日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮官は中村倉之助少将、西部指揮官は伊藤助丸少将が任命され、龍城、東、宝章、運洋、富士山、摂津、高尾丸、大阪丸は東部指揮官所轄となった。 1876年10月期間を撤去。撤去後の間中央部に大幅柱を設置し参照となる。1877年2月19日、練習間の富士山、浅間、来年の三隻は当分常備艦総統として警備に当たった。西南戦争では富士山は横浜港の警備に当たった。1878年1月1日から、 横浜港に停泊していて、3月1日横須賀に開港し、修理を行った。7月から横須賀港に停泊した。11月14日、搬送訓練のために横須賀を出港、東京湾の各地の巡り、12月15日、横須賀に帰港した。1879年1月23日から8月28日まで、富士山は、 横須賀造船所で修理を行った。4月22日横須賀を出港、翌5日に品川到着、10日に品川から横須賀に戻った。5月22日横須賀を出港、24日浦賀に入港、26日横浜に開港した。6月8日横浜発、9日立山案儀、12日立山案発、14日網路抗議 17日矢印発、19日横浜港に戻った。6月22日横須賀港に開港した。8月20日横須賀丸に栄光されて、長浦に開港。8月28日同じく横須賀丸に栄光されて、品川に開港した。10月11日品川発、横須賀に開港した。11月22日横須賀発、26日品川に到着。 28日品川から横須賀に開港した。12月10日横須賀発、14日品川に到着、24日品川から横須賀に開港した。1880年1月20日、東海守府所轄の富士山は、つなぎパク練習館とされた。演習に参加するため5月12日横須賀発、同日は、金川に停泊、翌13日立山湾に開港した。 5月21日、小芝沖に移動、翌22日品川に到着した。6月3日品川発、同日は佐島沖に停泊し、6月4日横須賀港に入港した。11月15日午後1時5分横須賀港を出港、11月16日品川期、12月9日まで同地からの発着を繰り返した。12月13日同地発、 横須賀外交に到着、翌14日横須賀港に入港した。1881年2月3日に杉田に停泊していたが、至急横浜海港の命令を受け横須賀丸に栄光されて2月4日横浜港に開港した。2月4日、東海陳府所活の富士山をつなぎパク練習館から常備館に指定、3月17日つなぎパク練習艦に戻された。 4月18日横浜発、木更津に開港し、翌19日品川に開港した。5月4日横須賀に開港した。5月8日2に開港、翌9日立山湾に開港、5月18日横浜港に開港、5月20日品川に開港した。5月27日から6月7日まで横須賀造船所で修理を行った。 1882年12月5日、富士山の定員は上院312名、練習員約700名となった。1885年12月運用術練習館。1889年5月除籍。クレチンジュフ海兵団所属。後に、クレ水雷隊不設部へ所属がえ。9月10日雑駅戦となる。1896年8月19日売却任拠。 ありがとうございます。